すみませんが、手伝っていただけませんか？部長の来週の出張の手配をするのを忘れました。すみませんが、手伝っていただけませんか？部長の来週の出張の手配をするのを忘れました。すみませんが、手伝っていただけませんか？部長の来週の出張の手配をするのを忘れました。すみませんが、手伝っていただけませんか？部長の来週の出張の手配をするのを忘れました。すみませんが、手伝っていただけませんか？部長の来週の出張の手配をするのを忘れました。すみませんが、手伝っていただけませんか？好、小野さん回答。それは大変ですね。じゃあ、やりましょう。それは指的是部长出差的那件事情。それは大変ですね。哇，那真的是好麻烦哦，好糟糕哦。じゃあ，那么やりましょう。那么我们一起来做吧。那真是太糟糕了。那么我们一起做吧。请韩子老师念过一遍。それは大変ですね。じゃあやりましょう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 。好、接下来看第五个对话练习。好、三田さん、三田说、島田さんが今日入院したのをしていますか？好、三田さん问了这个另外一个人说、島田さん、老田先生、今日今天入院した。那么今天住院的这件事情しています か？那么你知道吗？你知道岛田先生今天住院了吗？请汉字小师念过一遍。島田さんが今日入院したのを知っていますか？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 好、那么山崎さん回答了。いいえ、知りませんでした。どうしてですか？いいえ、不知道。知りませんでした。这一个知道的、不知道的过去式。どうしてですか？那么为什么呢？表示他为什么会住院呢？不、我不知道。为什么呢？请韩子教师念过一遍。いいえ、知りませんでした。どうしてですか？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 好、那么、三田さん的三田就回答了。胃潰瘍になったと言っていましたよ。好，胃潰瘍就是这个胃溃疡。になった，所以呢变成了成为，表示他的住院的原因是这一个胃溃疡的关系。都言っていましたよ，就是听说说了，所以是表示这个岛田先生说了，因为他是这一个胃溃疡的关系。好，三田说是这个胃溃疡，请汉字教师念过一遍。胃潰瘍になったと言っていましたよ。胃潰瘍になった。と言っていましたよ。いかんようになったと言っていましたよ。好、那么山崎さんの回答。じゃあ、お見舞いに行かなければなりません。じゃあ、那么、お見舞い的话是探病的意思。行かなければなりません。那么、我们就应该或者是必须要去跟他探望一下。山崎回答。那应该要去看他了、要去探病了。请韩子教师念过一遍。じゃあ、お見舞いに行かなければなりません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 。接下来我们看到的句型是动词的天型，还有动词的なけ。那么なけ要把它变成なくて，所以是天型。那么中文的意思呢是由于怎么样，因为怎么样的意思。它也是表原因理由，但是呢，它跟我们之前所学过的卡拉のて表原因理由的比较有限制。那么在这一个天型的后半段呢，我们的用语呢都是有关于这一个感情用语，所以后半段。
的这个感情运的表现呢，所以它不能使用的有。